ということで、終わりました。気持ちよくね、できました。で次はいつもやってるんですけども、必ずディズニーの中から1曲ってことで、いつか王子様が、これももう定番中の定番で、今湘南美容外科かなんか あのコマーシャルソングのバックで流れてるんじゃないかと思うんですけど、ちょっと夢がなんか崩れちゃうんですけど、ちょディズニーの曲でね、聴けばみんな知ってる曲ですけど、問題がありまして、これ三拍子なんですよね。それなんでちょっと難しいんですけども、頑張ってやってみます。
というわけでした、分かる人は分かった。それではですね、またあゆみさんに歌を歌っていただきます。またジャズからちょっと離れますけど、またこれもまたいいんで、楽しんでくださいね。めったにこうリクエストされないベーシストの坂部さんがいい曲だよってリクエストしてくださった曲です。生きてますか？平原綾香さんの明日という曲です。今回日本の曲3曲みんなで選んだんですが、意味を調べてみたら全部失恋の曲でした。びっくりしちゃったんですけど、でもこの曲亡き人を思うような意味にも捉えられて、震災の時に聴いてる方が多かったりとか、はい、とてもなんか歌詞の意味がすごく重くて、でも心がなんかほぐれていくような曲になっています。一生懸命思いました、草壁さんのために。よろしくお願いします。明日です。Oh,
音響屋さんでして、なんかあゆみちゃん歌うんだとかだったらって言って、すごいいい機材。